雪の地にやってきました。下五津原神楽団さんはこの地元湯来町で活躍しておられるということですが、この湯来町に対する特別な思いというのは何かおありでしょうか。地元には神楽団3つの神楽団があるんですが、そのうちの我々1団体です。地元と言いますと特別何というのもないんですが、とにかく神楽を題材にですね、この湯来町が発展していけばいいんではないかと、各神楽団さんと相談しながら、神楽活動しています。どちらの方からお越しになられましたか。朝北区から来ました。神楽は前から見たことはございましたかね。大好きなので機会があれば見てます。今日の公演はいかがでしたか。とっても良かったです。楽しかったです。楽しい神楽団の雰囲気がとっても出て良かったです。では早速衣装を着ていただきました。着心地はどうですか。大変重いです。背中の方もちょっとご披露しましょうか。おお、こちら何だと思われますか。こちら雲だそうです。すごいですね。ゴージャスです。すごく衣装者さんに作っていただいているということなんですけれども、さすがですね。まさにゴージャスといった感じです。そうですね。いや、こうやって一生懸命両手突っ張ってたらもう疲れました。